長いよこれ。これで最後だってほしいね。はい。はい。こんばんは。っていう状態です。はい。伏見稲荷大社。はい。はい、言えました。やってきました。はい、で、今の時間はこの通りに、うん、夜でございます。ライトアップされておりますね。綺麗ですね。ね、綺麗だね。はい。上手。わあ、でもこんなにいっぱい、ちょっと見えづらいとは思いますけど、まだ観光客の方がいっぱいいらっしゃるんですね。すごい人いる。Sorry。はい、おはようございます。伏見稲荷神社大社、あれ大社、はい、の駐車場はね、2時間を目安にって言われてるので、2時間で行って帰ってこれるか、そうですね、ちょっとお参りしてこようと思います、うん、今8時半ぐらいだから見えないか、まあ10時半までにちゃんと見て帰ってこれるかっていう検証をしながら回っております。はい、ちょっと行ってみましょう。行ってきます。はい。いや、明るい時に見ると参道がすごいね。参道すごいよね、うん、で結構日本人じゃない外国の方も多いみたいで、日本人の方が少ないかもしれない。にぎわっております。ね、なんか外国人に一番人気な観光名所、はい、あ、そうなの、京都でかな、日本かな、わかんないけど、らしいから、まあ、とりあえず行ってみよう。はい、行ってみましょう、はい。なんだろうね、尻尾の先っちょの。おお、すごい大きいね。これがいっぱいつながってんだ。ね、これサイズも色も違うんだ。おお、大きいね。ね。おお、いろんな形のがあるんだね。ね。こっちは右側通行で、ちょっと狭くなるね。そうだね。うん。なんかちょっとカーブしてると、うん、それはそれで面白い感じだな。ね、面白いね。うん。こう一回出てきたぞ。まだこっち続いてんだ。ああ。すごいね。すごいね。なんか進んでも進んでも鳥。うんうんうん。すごい。あとね、鳥居のこの景色もすごいんだけど、うん、至るとこで。記念撮影が行われていて、もう全てが記念撮影の場所みたいな感じだよね。もう人もすごい、鳥もすごいみたいな。本当。あ、ここからちょっと階段があるね。はいはい。うん、おお、これでかい。でかい。なんか遠近法みたいな感じ。わあ。またちょっとここはうねうねしてますな。ね、うねうねしてる。わ、ちょっと橋があってって感じなのかな。逆にここは鳥居がないんですね。うん。うわ、階段だこれ。すごいなこれ。ここ修学旅行のコースに入れてる子たちはいなかったと思うな。あ、本当。結構一箇所でボリュームがやっぱすごいもんね。あ、ここが？うん。あ、そうなんだ。だって往復2時間でしょ。うんうん、でなんか修学旅行ってさ、乗るのがあってさ、何箇所以上回れとかいうのがあったからさ、ちょっと上りだなこれ。上りだね。ああ、おー、また続く。おー、まだまだだ、終わらない、まだだ、終わらない、終わらない。今登頂開始30分ぐらいずっと。あ、30分経つ。ちょっと下って登って、うん、階段ずっと登ってるんですけど、
熱っ暑いのとね、そろそろね、足が上がんなくなってきた。お、マジで？ちょっと、今どのぐらいの位置なのか分かると楽なんだけどな。そう、しかもね、あのね、はあ、2時間で行って帰ってこれるかっていう検証をしてるから、うんうん、結構気持ちが前のめりで、ああ、かなりのハイスピードで今、登ってきてるので、ちょっと一回水分休憩しような。え、高い段差だとなんかああだこうだ言って、低い段差だともう結局段差ダメなんじゃないか、もうそういうことだね。もう今どこ？真ん中じゃん、ま、うわー、ちょっとびっくり、アクロバティックな、ちょっとびっくりしました。大丈夫？一本道の階段だからね、きついよね。そう、無言のプレッシャー見てくれる。やっと平坦だったよ。あ、平坦になった。よかった。あれ、ついてる。わー、ついてるね。ね、今日さ、ちょっとさ、曇ってるじゃん。うん。だからなんか余計にいいね、雰囲気出てるね。そうだな。いやいや、いいもんですな。ね、この間からまだ上り坂階段が続いてるのが見えてる。あー、ほんとだ。マジか、長いよこれ。いや、これで最後だってほしいね。じゃあもしかしてさ、山まで上まで行こうって思って言ってちょっと後悔してる？あ、後悔はしてない。あ、そう、ちょっとやりすぎちゃったかなって思ってる。あ、それはない。ほんと、はい、おー、山頂って書いてある。あ、やった、やっと着いたね。おめでとう。あ、大変だったね。左を会長だね。結構足にくるよ。でも気をつけないと。あのね、最近ね、膝と足首にくるようになってきたからね。歳を感じてます。はい、いや、とりあえず頑張って歩いてきましたね。はい、歩きましたね。はい、頑張ったよ。大丈夫？足大丈夫？大丈夫。あ、本当？ちょっと途中で足が棒になったタイミングがありまして、結構厳しかったかな。ちょっとね、気持ち折れそうな瞬間はあった。あった。あった。けど、ありました。はい、僕も。大丈夫。いける。いけた。まあ、あの、へこたれたこの二人でもいけるので、はい、まあ、大体、ほとんどの方は、ただね、登れると思います。はい、あの、頂上まで行くんだったら、ちょっと足が悪い方は、あ、ちょっと厳しいよね。ちょっときついかもしれない。で、割と下の方、入り口も入ってすぐのところは車椅子とかもしてる方がいたので、うん、気分を味わうからね。砂利のところはちょっと、まあまあ難しいね。うん、まあ手な具合で、はい、まあなんとかぐるっと回ってくれることができましたので、はい、まあ大成功かなと思います。はい、これからまだ下山が半分以上残ってるので、はい、あ、では行きます。はい。駐車場に着きまして、うん、これから駐車場を止めましたね。はい、これから宇治平等院奉納に行きます。行きたいところの一つだ、ここ。いいね。いや、はい、もみじ、もみじの道みたいな、綺麗、ね、うん、なところ、うん、ここから入ってきます。
いやすごい立派な庭園なんだね。結構広いね。うん、ここがあれですね、はい、十円玉の横から見てる感じ。そうそう、十円玉の横から見てる。あ、ちょっと正面に、やっぱ正面から見たいもんでさ、うん、ちょっと正面行こう。おー、見えてきたね。すごい、奥には人が入れるんだ。なんかね、ずっと来たいなと思ってたんだ。こう、なんで？10円玉でさ、出てるじゃん。すげえ綺麗だな、なんだろう、左右対称で、はいはいはい、すごい綺麗だなって、ちっちゃい時から思ったから、いや、ここいいな、いいなって。じゃあ、本当念願かなって。いやー、かなったけど、すごい美化してるじゃん。ちょっと思いのほか、あ、そこ、もうちょっと大きかったんだけど、僕の中のイメージで。いうところなんだけど、はい、まあ、実際見れて、ちょっと嬉しいですね。はい、奥にね、金ピカの大仏様がいらっしゃって、中上がってんなって思うところが本音です。見えた。だいぶ見えるかな。はい。いやー、秋の京都。はい、しかも結構王道どころを回ってきたけど。そうですね。珍しいよね、こんだけ王道なところ。ああ、そうね、メジャーなところは、ね、なかなか、うん。さあ、どうだった？王道の京都、しかも秋。あのね、どこを見てもすごく絵になって、うんうん、どこも同じようにすごかった。ああ、僕は本当にこう、おごそかな感じの京都のスポットと、うんうんうん、華やかなスポットっていうのがかなり色が、カラーがかなり違うんだなって思いました。うん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 、それは思った。いや、でも京都いいですね。うん、好きになりました。あとは雪が積もってる貴船神社に行ったら、あ、完璧かな。じゃあその時には、はい、行ってみたいと思います。ぜひ。うん、それでは明日の動画でお会いしましょう。またね。さようなら。